ゾウです。そしてチビゾウです。先日、京都芸大の卒業式がヤバいってテーマで動画を出したんだけどさ。さすがと言わざるを得ないぶっ飛んだ卒業式でしたな。そんな動画にだな、とあるコメントが。なになに？金沢美術工芸大学の卒業式も大概カオス？いやいや、これに匹敵するって相当だぞ。って思ってググってみました。すると金沢美大も大概でした。お前ら卒業式を何だと思ってんだよ。大学生が丁寧に卒業していく先輩を送るのに、それに応える卒業生は言葉が見つからないレベルのカオス。スーツ姿の人を探す方が難易度高いってマジかよ。というわけで今回は、金沢美大の卒業式を見ていくぞ。やっぱ芸大とか美大って半端ねえんだな。それでは本編に行くけれど、実はティムダは他にもいたってことだけ言っておくぜ。金沢美大は右ひげのジムかなぬかなのかよ。まず最初は、前回同様壇上での卒業証書授与シーンだな。いきなり突っ込みどころ多すぎんだよ。まず生ハゲの時点でぶっ飛びすぎだし、後ろに控えてる卒業生にまともなやつほとんどいねえじゃねえかよ。まあ確かに、夜にかけるの青年やら、タピオカミルクティーとか蒸気を逸したやつも混じってるけど、ぶっちゃけこの先バンバン出てくるから気にしたら負けだぞ。金沢美大ってだいぶヤバくね。で次は小学生の衣装。ちゃんと合法って書いてるあたり、やっぱり真面目なんだろうな。ちなみにこんなツーショットがあるけど、この二人は同い年でどっちも美大の卒業生だぞ。卒業式で親子の衣装とか面白すぎんだろ。他にもバイオリンとかもいるし、ちゃんと顔を黒塗りしてるあたりこだわりを感じます。それより太鼓の達人の2匹がものすごい気になるんですけど。ちゃんと後で紹介するから待ってて。おいマジかよ。顔面黒塗りみたく、顔へのこだわりだと、顔だけ土偶の人もいるし、縄文時代バージョンの猪之助かな。他にも顔だけハム太郎だっているし、この光景シュールすぎんだろ。さらにさらにこの写真の中には、顔だけコンソメパンチ精錬を潜んでいるんだぜ。大量費数百円かよ。ちなみに縄文時代バージョン井の頭少年の後ろには、さっきのティグだと合法小学生がいるぞ。コラボ内容がいびつすぎんだろ。顔だけハム太郎に近しいものだと、ピンクの広が下に出てくる40秒支度おばさんが卒業式に来てるし、とても40秒で支度したとは思えない超高クオリティだし、さらには現代人には欠かせないスマホだ。一連したとで、ちなみに式の後でテレビ取材を受けてたぞ。この光景面白すぎんだろ。そして深いつながりだったらだと、やっぱりロボットもいるんだな。やっぱこれでこそ卒業式だよな。ちなみにこの1枚は YouTube に上がってる2020年度の記録映像のサムネになってるぞ。美大に選ばれし者なのか貴様。そして卒業証書授与のラストは日本酒高山だ。どうして日本酒になろうと思ったんだよ。ちなみに卒業証書はだな、こうやって受け取ったらしいな。何この見えちゃいけないものが見えてしまってる感。それじゃあ卒業証書授与シーンはここで終わりにして、ここからは単発シリーズだ。はい、いきなりエブリやつきましたねー。こういうのをガンガン見ていくぞ。この写真でいう、後ろに隠れていた強者が出てくるのか。まず最初はコテゾウ一押しの王。卒業単位は、あります。かなり攻めてるやつ来たよ。金沢美大をモチーフにしたであろうカナビニュース。単位の取得情報と取得者の心境を簡潔にまとめたテロップ。そして極めつけのこの一言と、かなり洗練された一枚だな。そこそこお顔が似てるのが高クオリティに拍車をかけてんだよな。ストップ細胞はあります。それじゃあお次は暖房。クオリティ高っ。ちなみに待機中はこんな感じ。色の関係もあるけどこの姿で浮かないって相当だぞ。そして満を持して登場ドンちゃん。このにじみ出る手作り感よ。ちなみに腕にはもう1年遊べるドン、のばちが。いやそれただの留年。それじゃあお次は、合法小学生の写真に実は隠れてた、おぶつ警防官房長官&平成。ぶっちぎりでヤバいやつさー。ちゃんとここに隠れてるよ。発想の次元がもはや狂気の沙汰だろこれ。そして高クオリティ、という点でぶっちぎりなのが、パンクン&ゲームズだ。あっからこの人たち頭おかしいよ。見てみろよ、この再現性の高さを。美大生の本気ってガチでヤバいよ。それじゃあ最後に、集合写真を見て終わろうか。異次元と異次元のぶつかり合いだこれー。運転免許お姉さんに始まり、ボンドガールズ、次回予告のサザエさん、からのマンニズアミッションと、
とんでもない個性のぶつかり合いだな。むしろ一周回って最高列の教師陣が一番個性的説。そんな壇上にいる先生方が見ている光景はこれである。みんな、改めて言っておくが、これは卒業式だぜ。それじゃあラストに、この階段での記念写真を連発。お前ら覚悟はいいか。わぁ。よいしょ。あ、それ。カラーの。そして、ごめんちっちゃすぎて全然わかんねえ。というわけで以上、金沢美大の卒業式も大概カオスだった、でした。美大も芸大もこうおつつけがたし。他にもこういう面白情報もしあったらどんどんお待ちしているぞ。面白卒業式だけに関わらず、どんなジャンルでも大丈夫だぞ。それじゃあ今日の動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。